はい、おはようございます。平成28年チャレンジテスト1年生の英語ね。好きね、みんな英語ね。英語ちょっと真面目に解説していきたいと思います。いつも真面目やけどね。で、5番からやっていきます。5番。1から4はリスニングね。何々オープン。オープンニュアブック。ね。で、こう動詞があるでしょう。何々オープンニュアブック。主語が来るのかなとか。思いながら見てみると、don't, aren't, isn't, doesn't。何々をするなっていうね。して、何してはいけないっていうときは、don't を入れるね。これは覚えてください。don't をここに、don't 入れるね。これ、ツボです。ああね。はい。次、2番。何々 do you have in your bag? で、ほら、主語動詞を見て、疑問文が出て、疑問文のために do が前に出てます。主語と動詞見分けないと英語っていうのはできないからね。で、何でしょうか？これ、あなたのカバンの中に何を持ってますか？なので、これは A を入れてくださいね。A。次、3番。何々 this dog yours。で、主語は一番最初に来てるはずで、this dog なのよね。で、yours、いきなり名詞が来てると。ということは、ここから前に動くのね。それは、be 動詞だったね。be 動詞っていうのは疑問文作るときに前に動きます。なので、this dog の be 動詞は is ですね。単数形は is を使って、複数形は are を使います。で、次、my sister studies ます。何々 her friend。ね、で、こうなったときに、主語動詞を見つけるね。で、ますを勉強するよと。誰々と一緒に、一緒には with を使ってください。with。あ、ちょっと丁寧にやりすぎ。何々 is the man on TV?He is Mr. Yamada。ということは、何を聞いてるかって、誰がっていうのを聞いてます。なので、これ5番はい。ちょっと丁寧にやりすぎたな。ちょっと時間もったいない。はい、次行きましょう。長文形ね。これは文章を先に読んでて、いつも言ってるね。文章を、違う、ごめん、嘘ついた。問題を先読んでね。すぐ嘘つくんだから。6番。これね。はい、マリとジョンがどうのこうのって言ってるでしょ。で、どうのこうのしてるから、ドアとのこう、問いにどうのこうの。で、会話文読まない。で、問題文読むと、1、2に曜日に関する適切な英語を1つ、1語入れて、例文を完成させなさい。1番。1番の前後を読んでください。Oh, I play tennis in the tennis club on Tuesday and テニスクラブ見たら Tuesday と Wednesday。なんやこれ、書き抜きやん。自分で書かせ言うねんな。なあ、はい、Wednesday ね。はい、次、2番。2番も見てみると、はい。Well, how about 何々 ?No, the school library is not open on that day. スクールライブラリーはいつ空いてないかっていうと、金曜日空いてないね。金曜日、土曜日、日曜日空いてません。で、その後下見ると、Let's do our homework at my house after school on 何々。あれ？土曜日、日曜日かなって思った人、思った。私も思いました。でも、これよく見るとね、放課後にっていうことを言ってるのね。Let's do our English homework at the school library. スクールライブラリーやもんね。で、アフタースクール。放課後やからね。On a weekday. ね。平日で残らされる。ね。Friday ね。Friday は書かしてきてるね。載ってないからね。2番。ジョンは木曜日に何を習ってますか？はい、ジョン見てみると。OK, Mary. あ、一番最初ね。Mary. But I play the guitar in the music club on Monday and Tuesday. で、どうのこうの。Monday と Tuesday やな。で、それ次、ジョン。I'm sorry, I take piano lessons on Thursday, Mary. どうしね、こいつ。何、習い事しすぎやっちゅうね。ピアノしてますよ、と。こっから取ってください。次、はい。マリとジョンはどこで宿題することになったの、結局って言ったら、一番最後、さっき言ってたね。Okay, so let's do homework at my house after school on 何々。これ喋ってるのはマリさんね。マリさんの家。ということで、いを選んでください。できるね。簡単ね。次、トムはどうのこうのしてますと。一緒に大阪、家族と一緒に住んでますと。E メールは同居生の高橋のやりとりです。ハートの塔に答えなさい。E メール見ない。問題を読む。問題を読みます。トムの兄、サムがコンピューターを使ってよく行うことは何ですか？
はい、よくっていうのとコンピューターっていうのとサムっていうのを見つけてみると、サム、マイブラザーサムとか書いてるね。どうのこうの書いて。で、よくっていうのはオーフンね。オーフンっていうのがあるかどうかを見てください。で、He uses a computer every day and likes it very much. Sam sends emails to his friends and often does his homework with a computer. ここです。ね。ここなので、サムを見てよく使うのは does his homework でしょ？だから、あ、his homework をしてます。次2番、たかしがコンピューターを使って毎日行うことは何ですか？毎日行う、every day、every day を探してください。しかも、たかしの文章、from っていうのが送った情報にやから、今時 LINE やから from to ってわかるかな？誰から誰へ送ってるかってことね。from たかし to Tom の下の方を読んで、毎日行う、every day, every day, every day って探していくと、ほら。1、2、3段落目の、1行目か。But I listen to music and watch music DVDs with the computer every day. ここです。I listen to music and watch music DVDs を選んでください。はい、次。3番。ABC コンピューター。なんか俺中学校の時にさ、どうでもいいけど、なんか CD っていうやん。日本語やったらね。CD っていうのに、やったら CD とか先生おって、小バカにしてたよね。どうでもいいけど。AB で、そういう人になってしまってるという恥ずかしい。ABC コンピューターを推薦する理由は何ですか？あからいから選んでくださいと。はい。ABC コンピューターが出てくるのは最初。It's ABC コンピューター in the shopping center. で、I sometimes go there. The shop clerks are very nice. Shop clerks っていうのは店員さんね。店員さん very nice and they sell good computers too. はい、これを選んでください。The shop clerks are nice and their computers are good. そのままでね。次4番。一緒にね、日本の音楽を聞きましょう。何々しましょう。Let's。ね、何々しよう。Let's listen to。ちょっと。Listen to Japanese music together も別に入れても入れない。午後でかな。午後以上か。together 入れてもいいけど。はい。Let's listen to Japanese music ね。簡単やわー。次。いきますよ。1番。エリカ。ああ、サージルエリカみたいな感じかな。薬物かな。1番。毎週土曜の朝となるように、どうのこうのしてください。はい、どうのこうのします。毎週、何々ごとにっていうときは、every をつけてください。頭にね。every。日ごとにやから毎日やね。every day がね。every、あとは土曜日。Saturday。Saturday。これ書けるかなって。Saturday morning。Every Saturday morning。はい。Every Saturday morning。ね。はい。2番に入れる単語を七五で答えてください。はい。2番の文章全部読めますと、Yes, she is Ayaka and 17 years。もうこれ、オールドですよ。How old are you? Old。どれぐらい年取ってんのっていう時にオールドを使います。古いっていう意味もあるけどね。はい。3番。3語の英文入れてねと、前後からちゃんとどうのこうのしてね。3番、How about you? 何々 to? 何々私もって言ってるはずなのね。で、その How about you の前を見てみると、She likes English。それを私に変えたらいいです。I like English。Do you like English? Yes, you do? Or no, you don't? Do you understand that? Okay? 次、4番。あなたは英語の本が欲しいですか？はい、これはそのまま本文なんか読む必要はありません。あなたは欲しいですか？あなたは欲しいですか ?You want 一般動詞やから do を前に出してね。Do you want an English book? これ an なのがちょっとチェックかな。an English book になるよ、天気。はい。次がラスト9番。はい、に姉妹で日本に留学してるリンダ。いいね。自分のどうのこうのにしてどうのこうのしてますと。はい。1番、問題先読みます。図書室はどこにありますか？図書室っていうのは、ライブラリーね。
下の中のところに書いてます。で、on the first floor か、on the second floor とか、そこを見ますと。で、図書室、library って見ていくと、あったね。library は、3行目のところにあるのよね。最後の方。で、そこの文の始めを見てみると、It has a music room, どのこの、どのこの、first floor, and a library on the second floor. セカンドフロアって言ってるから、セカンドフロアを入れてください。次2番。妹のアンは放課後何をしますか ?A から A の中から適してるものを選んでくださいと。何をしてるか、放課後やか、アフタースクールね。で、アンも見てください。で、アフタースクール、アフタースクールって見ていくと、アフタースクール、アフタースクール、アフタースクール。ここね。アフタースクール。5行目のところに書いてます。アフタースクール。で、many students read books and study in the library. And Anne practices the guitar をしてますよと。play the guitar です。いいですか。次、リンダは放課後 E メールを送ったのにコンピュータ室に今自分の教室からどうやって行きますか。自分の教室は何て言ってるかっていうと、ちょっと見てみると、My classroom is the third floor. My classroom は third floor ね。で、次、コンピュータ室ね。コンピュータ室は、コンピューターって見てみると、ここの何行目か分からんけど、3で7行目。I go to the computer room. あ、どうのこうのって、ここじゃねえわと思って、一番最初の2行目の最後。あ、コンピュータルームとか言ってるね。It has a music room. どうのこうのどうのこうの on the first floor. コンピュータルームはファーストフロアですね。ということは、2階下にいらない、降りないといけません。なので、A。次4番。生徒は何人いますか、数字で答えてねと。4番は、2段落目、there are で始まる分、there are 120 boy students and 140 girl students、ね。生徒は260人でしょう。ね。ティーチャー入れたらダメよ、うん。で、次、生徒たちは1週間に何時間で学校で勉強しますか？何時間してるあなたたちは知らないけど、もっとしないといけないと思うよ。はい、で、there are の分の、次の3行目。We study 6 hours every day. 6時間やってるよと、毎日。And 5 days every week. っていうことは、6、5、30。小学生もできるんだ。30時間ね。1週間なんだからね。30時間でしょう。はい、次。学校で英語を教えるのは誰ですか？はい、誰ですかって言ったら、英語の授業っていうのは、最後のらへんに We have English lessons too. Some Japanese teachers teach English here and I sometimes read the textbook. これ多分外人やからちょっとお前読めよって言われて読んでまされてますと。でも教えてんのは Japanese teachers ね。Japanese teachers は英語喋れへんけど英語を教えてるというちょっとなんとも不思議な展開になっております。日本です。まあね、こんな感じで。100点やね。うん。頑張ってください。お疲れさん。